プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その一週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。はい、というわけで忘れてたんですけどね、この間昨日かちょっと買い物に行ってですね、画材を買い込んできたって言ってもこれだけなんですけど、買ってきたものを紹介しようかなと思います。これは今ちょっと軽く紹介してるだけで、後に画材紹介動画として出ることもあるので、楽しみにしててくださいね。まずどれからにしようかな。まずこれやね、これ竹ペンでございます。110円、安いね。なんか万年筆型になってる竹を切った、ペンです。プララーンの秘書箱の方に竹ペンで、端ペンやったかな、あれは。なんか筆以外、筆じゃないわ、ペン以外のもんで、自然素材を使った筆記具、海外用品での線がすごく良かったので、僕もやってみようかなと思ってこんなん買ってみました。一時期ね、割り箸で作るみたいなやつ動画で出したと思うんですけど、これはこれで面白いんちゃうかなと思って買ってみました。まあこんなんね、作れるんやろうけどね、ほんまは。穴開けてね、この筆先のところ、ペン先のところ割ってあるんですよ、これ。ほら、わかるかな。110円なんで買ってみました。またこれでまた動画作りたいと思います。で、これを使うにあたって、これですよね、じゃーん、インクです。僕インクね、漫画用のやつ持ってるんですけどね、あれはね、乾いた後なぞると水で溶けちゃうんですよ。なのでこれ立川さんのやつ、ピントが合わへん、立川製のインクを買ってみました。これなんか立川って有名ですよね、漫画用品とか。耐水性、乾燥後以下の画材にはにじみにくくなっております。アルコール系マーカー、水彩、カラーインクはこれ耐水性なので、乾いた後色塗っていけるということです。これやったらね、このペンで線をあらかじめ描いといて、水彩画で、水彩じゃない、水彩絵の具で着彩できるんじゃないかなと思って買ってみました。660円、まあ、ちょいお高めなんかな。と、これはもう以前から僕が使っているマストアイテム、マルスのルモグラフブラックです。 HB ですね、1本220円、ちょっとお高め。でもこれバラ売りしてたんですね、知らんかったんですよ。以前ね、どなたかがバラ売りしてるよって教えてくださってて、探してたんですけどね、ありました、2本ゲットです。でもここら辺はね、いつものやつです。ホルベインさんの透明水彩チューブ、ペインズグレーとか、オペラなんて2本買っておきました。これ消費が多いので。あとね、ブルー系、これコバルトブルー、こういう色持ってなかったんで、ちょっと新しくパレットに加えてみようかなと。透明度も高いですしね。パーマネントイエローライトとかバミリオンヒューワーもいつも使ってるやつですね。で、新たにね、これ赤い色の透明感がある赤が欲しかったんですよ。で、このローズマダーというのを買ってみました。これね、透明度抜群に高い赤です。これまた使ってなんか描いてみようかな。赤はね、透明水彩では難しい色なので、ちょっとこれ楽しみですね。はい、こんだけ買うだけでね何駅や、40分ぐらいかけて片道いかんなんという面倒くささなんですけど、まあ、桜もスケッチできたし、気分転換に行けたので良かったです。まあ、紹介できるもの、まあこれとこれかな、主にこれとこれは動画作ろうと思いますので、また楽しみにしててください。どうしようかななんか言うとるぞ。最近お風呂のね、コーナーないかと思ってたら、またなんかゴソゴソし始めてます。スマホも渡されたし、なんやねん。そんなことよりさ、このほら見て、なんか知らんけど湯船にね、桜のあびらちゃう、これ入ってんねん。わからんねん、完全に桜のあびらやで、これ。そや、ほんま、どっから入ったん、なんでやろ、ひらひらひらってきたんか、窓開いてへんしな。でもうわっ、お前いきなりやめろよ、やめろや。いや、桜の名が気になるわ、なんなんやろ。わからんね、ひらひらっとしてる、すごいね、このシワシワが。なんか、なんなんこれ、なんこの匂い、すごいトイレの匂いする、トイレの匂いする。桃、大概桃を言うて僕間違えんねんな。じゃ、これすぐなくなんで、すんごいシワシワが、めっちゃトイレの匂いするじゃ、マジで便所に入ってるみたい。そういうことあるよな、トイレ臭いからええ匂いにしましょうって言って、きれい、あのね、
ええ香りのやつやってんのに、それが逆にトイレを想起させてしまうっていう。皮肉やね。桜の花が気になる。なんだよ、もうどっから入ったんや。もうなくなってきたで、ほら。出てきた、なんか。尻尾みたいなのあるで。あ、出た。何これ。え、ちっちゃっ。なんやこれ、これなんだね。はい、これです。え、あ、これやな、うん、誰やったっけ、なだかがあるよって言って、うん、言ってくれたやつや。何の伝説の武器やろ。あー違う、ビッグソードや。グレートソードがいいです。っていうか、何なんか分からんけどチータン、ビッグソードやで。ネタで、ネタネタ。チータン伝説の武器ビッグソードが出たで。チータンもこれで勇者やな。いいや、この勇者寝てばっかりや。はい。動画から見るぐらいしようか。やってないよな。見てよ、もうこんな、ちっちゃってね。かろうじて残ってるからちょっとピンクっぽいけど、あんなもん花びらじゃないよな、多分な。額の部分が色づいとるだけやな。早いよー。何あるとんねん、話しとんねん、こっちは。ダメだよ、見えはる。ほら見てよーね、悲しいな。まあだからすぐ散ってしまうからこそありがたいんでもあんねんけどね。今見つけたんやけど、あれはスミレじゃないか。あれすごくない？ほら、めっちゃ綺麗。こんなスミレ、ほら、うわ可愛い。野生のスミレです。こんな群生してるのすごいな。木も容器生えとるわ。これは食べれるやつですね。このフキノトウがここにあるやろ。こいつが地下茎を伸ばしてこういうフキになんねんな。綺麗。アネモネかな。これも綺麗やな。はあ、ちっちゃったな。早いな。花びらが流れてってますね。これをね、俳句の季語で花いかだと言うらしいですね。いやー、なんか儚かないな。日本語は美しいね。でもね、花いかだ、あっという間に散ってしまうもんな。GP ちゃん、帰ってきたよ。帰ってきたよ。チータン。チータン帰ってきた。またか。帰ってきたよ。帰ってきたよ。チータン帰ってきたよ。チータン。GP。チーおいで。ねし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 知って。はいよ。おいで。はい、そう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 。チータン。はいはいはい。はいはいはい。チーよ。見とる。見てもろいなこれ。チーピ。ねしねしプミー。チーピ。おいで。そう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 。はいで。違う違う違う。
チーピチーピおいでチーピそうそうそうこっちやなんだねダメだはいどうも今からねちょっとだけスケッチしに行こうと思うんですけどやっぱり暑くなってくると紫外線があんまり紫外線とか僕気にしなかったんですけどね土木作業をしてた時に一番思ったのがやっぱりねおっちゃんたちシミがすごいんですよそこまで美容に興味ないけどシミだらけになるのは嫌やなって思ったんですねその時にそれから一応まあね紫外線が強そうな時は長時間で外でスケッチする時はっていうことですけどチビキタン一応ね塗ってるんですよで今回ね新しい子買ってみたのはねこれねなんかねノンケミカル植物由来のもんばっかりあ植物由来のもんだけで、作られた紫外線吸収剤ですやめてくださいチート SPF28PA+3 ということなのでそんなに強い日焼け止めではないんですけどなんかねこれぐらいあったら十分らしいですよ50とかプラス4とかね、ウォータープルーフとかいろいろあるんですけど、あんなんて、ほんまに一日海でね、海水浴するとか、あと緑のおばちゃんみたいにね、暑いとこでずっと立っとかなあかんとか、警備員の人とか。そういう人はいいみたいですけど、ちょっと出るぐらいだったらこんなんで十分らしいですよ。あんまこれが高いとね、値が。それ自体が肌に悪いらしいので、なんか結局紫外線吸収剤って石油みたいなもんらしいですね。あんまそういうの塗ること自体が肌に悪いっていう見方もあるから、これぐらいで十分らしいですよ。ちょ、これじゃあ、初めてこれ買ってみたんですけど、Amazon でね、1000円ちょっとやったかな。結構このちっちゃいには割と高いですかね。じゃあこれ、使ってみたいと思います。すんごい匂いするのよ、これ。ハーブ由来やからかな。すごいね、ほら、ゆるい。もっとなんか硬いよね、ちょっとね。うわ、すんごい匂い。うすんごいアロマの匂い。うわ、これちょっと、匂い嫌やな。僕でもね、アロマとかは嫌いじゃないので、いいんですけど、男はね、こういうのあんまり好きじゃないね。うわ、すんごい匂い。でもなんか、全然白くならへんね。最近は男もね、ちゃんとこうやって、ケアするらしいね。いやー、おっさんたちのシミは汚かったもんな。前もなんかで言ったけどね、意外と、外仕事みんなしてる割には、シミないやんって思ってたんですよ。違うんですあれね夏場は焼けててねシミが見えへんのね黒くてみんな冬になってくるとねシミが浮き出てくるんですよあでもいい匂いかもティーツリーとかねラベンダーとか入ってるんですよね、まあ、一応しとこかいなっていう感じですかねあとこう手の甲ねここもシミ出やすいですねパッチテストとかしてへんけど大丈夫かなほんましてなあかんよねこう植物系は特にね安全かと思いきや植物系の方がアレルギーとか出やすいので絶対パチテストしてくださいね僕はめんどくさくてしなかったですけど植物だから全部安全ってわけじゃないですからねよっしゃね全然白くならないですねほらねよかったじゃあ行ってきやす桜残ってるかなもう散ってるんですよね日本画のスケッチに今日は行きたいと思いますまあ、なんか動画に上がってると思いますそれは多分じゃあ行ってきますあどうもこの間ね、気境が、苗が伸びてきたので、植え替えをしようかなって言ってたんですけど、なかなかできなかったんですけど、今日やりたいと思います。はい、見てくださいな。こんな大きくなりましたよ。ちょこっとほら、根が出てただけやったのに。もう葉っぱも立派についてね、これは植え替えなあかんなと思って、ちょっと今日やりたいと思います。で、これね、いつぞやの Vlog で、鉢までちゃんと塗って作ったのに、全く植え替えずにそのまま。もう半年ぐらい過ぎたんじゃん。ね。これに植え替えたいと思います。はい、これは土ですね。赤玉土と鹿沼土。そしてピートモスがちょっとだけ入ってます。なんか、キキョウはね、酸性の土を好むらしいので、鹿沼土とピートモスが酸度がちょっと高くなるらしいので、これを入れてみました。なちいた。まずですね。鉢底ネット。入れます。で、半分ぐらい入れようかな。ちょっとこの間口多すぎたかな。で、これを出します。ちょっと待って、どうしよう。
ほら、こんだけ根っこが回ってましたね。これ古い土なので、これちょっと落としますね。はい、落としました。ちょっとペンペンしてね、土落としました。あんまり根っこ傷つけんようにね。ウォータースペース取っとかなあかんからね。ちょうどこの絵の具塗ってあるところぐらいまで土入れます。ちょっと真ん中なってる？で、周り変えていきます。まあ、深い上は良くないな。こんなもんかしら。こんなもんかな。気になんねやろ、翔くんが何してるか思って。チータン、おかんよ。ほんまストーカーやな、あいつ。で、この割り箸でしっかりついて空間がないようにしますね。赤玉土がこれ大玉すぎひんか。はい、完成。どうか。で、鉢底から出るまで水あげます。じゃあ、すごいな、こいつ浮いてきよねな、これがな。はい、完成。ちーたん、待ってたんやろ。ストーカー。じっと待ってたん。ストーカーやな。食のことが好きで。なあ。食が粉ミルクあげたからやな。僕の母親がね、久々にね、今日と明日2連休もらってるんですよ。でね、なんか息巻いてね、片付けるでって言ってね、やり出したんがね、風呂場のね、なんかまた剥がしとった。何剥がしてたんあれ。なんか剥がすねんな。掃除歌剥がすことやと思ってね、この人どないかして、この人。笑ってるわ。